いやー、でも悔しくて、すごい楽しかったんですけど、その後にすごく悔しさが出てきて、やっぱりあの舞台で勝ちたかったってのがあるんで、やっぱり絶対あそこにまた戻って、勝って、そうですね、ラジオダムなんで勝ちたいです。一番になりたいです。ラジオでチャンピオンになって、それが最終目標です。ジャパンキックのベルト、まあ、今回ムガが挑戦するジャパンキックのベルト返上したんですけど、まあ、ベルト何本持ってようが欲しいのはタイのベルトなんで、強いやつが、チャンピオンになるんで、そのうち勝っていけば手に入れられると思うんで勝ち続けます。ここ、そうですね、僕の地元で、そうですね、ここで育って田舎から出てきて 今ラジオダムナーを目指してやっているんですけど、まあ、田舎からタイのチャンピオンになります。応援お願いします。สวัสดีครับผมเทพวันสอสักนารินวันที่19นี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นผมจะตั้งใจชกตั้งเอซ้อมให้เต็มที่ครับผมครับそうですね、まあやることは変わらず、まあ、ラジオでも日本でもとにかく僕のスタイルはもう KO してなんぼなんで、やっぱみんな KO を見たくて来てる方もいると思うんで、やっぱり僕がビクトリージムのメインとして KO で締めて、終わりたいと思いますんで、最後まで選手の応援をよろしくお願いします。本日は前回の2月2日のジャジャダムナーの敗戦があって、より彼を大きくしたかもしれません。WMO インターナショナルライト級チャンピオン、同じく WBC 無敵日本統一ライト級チャンピオン、ビクトリージム所属、長澤サムエル清トリージムの代表として KO でいきます。長澤サムエル清光です。スーパーメダル級チャンピオン、大黒ペットペーパー
元大国ムエサムアムバーカンススーパーフェザー級王者ペットプーパン創作ナリンです。ペットプーパンは69戦戦って40勝25敗4分けというレコードです。佐々さん、この日体国際戦 62.5kg 契約ウェイト、はい、3分5ラウンドで行われますが、どういうところをポイントに絞って見ていきましょう。まあね、あのペットプーパンもね、あのこの試合のために海外から来ている選手なんで、はい、その肩書きしっかり持ってますからね、一体どんな選手なのかっていうのを私も本当に1ラウンドで見極めたいと思いますね。このペットプーパンのタイトル、元大国ムエサイアムパーカンススーパーフェザー級王者、はい、運命の一戦が始まりましたが、このタイトルというのはどういうタイトルなんでしょうかね。はい、タイトルはムエタイが国技なんで、ムエタイの専門誌がたくさん出てるんですけど、専門誌、はい、その中でムエサイアムっていうのがもう日刊誌、週刊誌、月刊誌全部出してるんですよ。でその雑誌がそのパーカンっていうのがチューブって意味なんですけども、タイの中部地区の王座を認定して運営してるんですよね。そこの元チャンピオンという意味ですね。そうですか、はい、ということはタイのメディア の, その地区の、はい、中部地区のチャンピオンと、そうです、ね、スーパーフェザー級のチャンピオンということですね。権威はあります。その、まあ、タイトルを引っ提げてペットプーパン創作ナリンが長澤サムエル正光と清光でやっています。ロキック、右のローです。出していく、パンチからのミドル、力強いですね。左のジャブ、ロー、ミドルキック、これは強烈そうですね。はい、フェイント入れます。創作なりペットプーパン肘を狙っていきました。肘強力そうですが、はい、ロキック、ロキックで返していきますペットプーパン。打ち返していきます長澤です。左のキックちょっとよろけましたが、スリップですね、スリップですね、大丈夫です。互いにローを振り出していきました、はい、かわして、右左ミドルキック、腰骨あたりにヒットしました。はい、左のパンチです。ローです。今のがハイキック、右左、そして打ち負け、ボディー、倒れた、左でした。立ち上がることができないか、苦しんでいる仰向けの状態で立てません。赤のグローブ、ビクトリージム所属の長澤サムエル清光、1ラウンド2分48秒で左のボディ、はい、きっちりと当てていきました。刺激でしたね、落ち着いて狙い澄まして繰り出していきました、はい、1ラウンド2分48秒、はい、ということで第1ラウンドでこの日体国際戦 62.5kg 契約ウェイトの一戦、長澤サムエル清光剛という一戦でした。解説はスポーツライターの布施浩二さんです。布施さん、はい、この試合始まった時にはですね、はい、こういう幕切れ誰も想像していないと思いますが、いやもうこの攻防が続いて本当に勝負はね終盤まで行くのかなっていう風に感じていたんですけどね、はい、第1ラウンドで長澤の左の拳が見事1ラウンドでペットプーパンの脇腹を下しました。長澤選手に、はい、もう一度大きな拍手をお願いいたします。
今日の第7試合です。ダブルメインイベント2つ目の試合、日体国際戦 62.5kg 契約ウェイト第2部5ラウンド MVP をここで発表したいと思います。田村清水が勝利しています。大激闘